今日はよろしくお願いします。そしたら今日はどんな感じに切りたいなとかありますか？成人式が終わったのでボブにしたいね。了解です。初めてボブにする。緊張するんです。そうですよね。慣れてなっちゃうのがちょっと心配で結構短いとこういう感じで丸ってなっちゃうんですけど、長さがあってでここをちょっと量とかしっかり減らしてタイトな感じにしてあげると、アイみたいなイメージ、ちょっとこうストンって落ちる感じにしてあげると丸さみたいなのは目立たないかなと思うので、そういう感じでやっていってもいいですか？ OK です。あとは初めてボブにすると思うので、なんかあの跳ねちゃったらとか結構ね怖い部分があると思うんですけど、そこ僕がカットでなるべく跳ねないようにやっていくのと、伸びてもちょっと跳ねづらいようにはしていくので楽しみにしてください。あと何か不安なこととかありますか？特に大丈夫そうかな。ありがとうございます。じゃあちょっとやっていきましょう。お願いします。今日はすごく見どころポイントがあるんですけど、一つはパネルのリフト操作、指を何本分っていう表現をしていくんですけど、角度で何度っていう表現をすると難しかったりすると思うので、そこをあの指何本分っていう表現をしていくので、ちょっとずつ上がって自然な積み重なりになる部分をすごく見どころポイントかなと思うのと、鉢回りをちょっと今回は抑えてあげたいなっていうふうに思ってるんですけど、トップに行けば行くほど根元付近にセニングを入れるのって皆さん怖いと思うんですけど、ジンさんの技術はすごくあの分かりやすくて、かつあの根元付近にも入れられる技術を教えていただいてたので、それを活かしてやっていきたいなと思ってます。トリートメントをやってる時に感じるこの痛みの感じとかをいかにパサつきを出さずにボブにできるかなと楽しみにしております。今日はちょっとモデルさん最初ビフォーをお見せしたかったんですけど、このロングの状態から結構ボブにバッサリ切らせていただきます。肩にまあつくかつかないかぐらいで、一応本人が丸く見えてしまうっていうのが気になるなっていうので、I型のラインを意識したボブに切っていきます。いらない部分を先にバッサリ切らせていただきます。お客様的には結構バッサリカットって緊張しますよねだと思うんで、美容師さん側がビビらないというか、バッサリ素早く切ってあげるっていうのも大事かなと思います。そしたら今全体ちょっとバサッと切らせていただいたので、ここから7パネルに分けてカットをしていきます。レンサーのボブは結構パネルをしっかり分けていくので、僕もそこを勉強したので一旦パネルしっかり分けて切っていくんですけど、最初にアンダーを取っていくんですけど、張ってる位置よりちょっと1センチ下ぐらいを目安に取っていきます。やっぱりミドルのセクションっていうのがボリュームゾーンのコントロールだったりとかフォルムを決める位置になると思うので、そこをしっかり取りたいので頭の張ってる位置ですねより1センチ下を取っていきます。外に流れる感じになっているので、一番下に関しては本当にリフト操作をしないで落ちてる位置で、あとはテンションかけてしまうとやっぱ乾かした時に癖が出てくるかなと思うので、本当にこのまま切っていきます。刃先から徐々に切っていくと失敗しづらいかなと思います。アンダーは最初言ったみたいに3パネルに分けたいので、ここも半分にして取っていきます。指を入れていただいた状態で指を 0.5 本分何度っていう説明をすると実際結構難しいと思うので、この半分ぐらいですね、ちょっとリフトを上げた状態で切っていきます。ベースの下の部分より5ミリ長く伸ばして切っていきます。乾いたりしたりとか伸びてきても内巻きに入るボブにしたいので、上が長くなっていくボブになるので注意してほしいのが、この先ほど切った第一線がない部分とかだとパネルを上げて切るとこのまま穴が開きやすいと思うんですよ。短くなっちゃうのがあると思うので、ここはリフト操作上げないでこのまま下ろした状態で切っていきます。でこのまま第三線ですね、この辺になると結構やっぱり癖も強く出てくるので、テンションをかけないで切っていくことがやっぱり癖毛に対してはすごく大事になるかなと思うので、このまま三つ襟の毛ですね、ベースの長い部分、この C シェイプをした時下だけ出てくるのでここだけ切っていきます。この何本分っていう表現をすることで
やっぱりさっき言ってた何度っていう曖昧な表現ではなくなってくると思うので、誰でも作りやすいかなと思います。このままちょっとサイドに行くんですけど、サイドはやっぱりリフトを上げてしまうとここに下に毛がないので穴が開きやすいので、一旦このままナチュラルシェイプのままダウンステムで切っていきます。ボブを切った時にあるあるだと思うんですけど、やっぱサイド浮きやすいと思うので、このバックからのつながりよりもちょっと長めに前下がり気味に切っていってあげると、長さが最後浮いても調節しやすいので、イメージ的にはちょっと前下がりに切ってるイメージですね。角を取る作業を入れていきたいんですけど、正中線ぐらいで分けていただいて、斜めスライス45度で取っていきます。そうするとここのアンダーの一番上の短い部分と一番上の短い部分、ここに角が残ってるのでここを落としていきます。そうすることでしっかり内に収まるような形になるので、細かい作業こそやっぱりやってあげれると、お客様の持ちだったりとか乾かした時に自分でもできるようになっていくので、しっかりとリフト操作をやって斜めでグラデーションをつけていくとやりやすいボブになっていくと思います。今度逆ですね、このサイドパートになると45度の角度を逆にしてあげて、アンダーの一番短い部分とこの一番短い部分の間に出ているところを切っていきます。オーバーもやっぱりグラデーションを入れていくので、少しリフトは上げながら、だいたい床と平行ぐらいに引き出して、さっきグラデーションで切ってたんで、ここまっすぐ切っちゃうとレイヤーが入ってしまうと思うんですね。なのでグラデーションに引き出したこのミドルと角度がグラデーションがついたまま同じ角度で出ているところだけ切っていくイメージです。そうするとやっぱり上の方が長くなっているので、グラデーション入っていきますよね。全体的には本当に一つ一つグラデーションをつけていって、お客様が自然に乾かした時点で綺麗な内巻きに収まるようなイメージになる。最後ここですね、前髪のパートのところだけやっぱり結構頭の形的に前にグッと曲がりやすいところなのと、毛量もそんなに多くないので全体的にはちょっと浮きやすかったりとか短くなりやすかったりするので、ここだけダイレクションを一つ前の部分、こう前と同じところで引き出していくと少し長さが残しやすいので、前だけ短くなってしまうような事故だったりとかが防げるかなと思うので、一旦顔周りだけ全体最後の一個前のセクションで切っていくイメージでやっていきます。スニング編に行きたいと思います。7パネルで分けていくんですけど、一番下に関してはそんなに量が必要な場所じゃないんですけど、ただボブをした時にここが一番基盤になると思うので、毛先の量感だけはしっかり揃えてあげた方がいいと思います。切れる方の刃を下にして切ってあげれると、パネルに対して下の毛が切れるので、必ずセニング入れるときは基本的にはなんですけど、僕はこっちを下にして切っていくことが多いです。今回のモデルさん全体的にちょっとこういう風に中心が開きやすい癖があるので、こっちのサイドですね、しっかり取っていきます。今回はアイラインのシルエットにしたいので、ボリュームは全体抑えたいけど毛先の方にやっぱ丸みが欲しいので、ここに関節を2個作るイメージです。丸みを作りたいところのカーブの手前とサイド、手前とサイドという風に入れてあげれると、セニングってやっぱりハサミなので短い毛がここに出てきますよね。そうするとちょっと持ち上げてくれる、そして毛流れを作ってくれるので、ちょっとここが丸くなった感じ分かりますかね。こういう感じでセニングで量を減らすだけじゃなくて形を作ってあげる、お客様が自分で乾かしてもやりやすいようにっていうのを作っていってあげれると、すごくリピートにつながるというか、お客様が自分でやってもやりやすいボブになるのかなと思います。でやっぱり根元にセニングを入れてはいけないっていう理論を唱えてる人もいると思うので、何が正しいとかではないんですけど、僕は結構お客様に喜んでもらえるので根元の量を取ることが多いんですけど、設計の人だと特に毛流れと同じ向きで入れていく、だんだんこの僕の手の角度を見ててほしいんですけど、だんだん癖に対して同じ角度で、毛流れと同じ角度で入れていくとピョンっていう毛になりづらいので、しっかりとこの生え癖っていうのを見ながら入れていくのと、今僕が椅子を使ってるんで分かりやすいんですけど、自分の体の位置しっかり調節してあげれるとすごくやりやすいかなと思います。
ここまで、根元付近を量を取らせてもらえるとパヤパヤした毛だったりとかにはならなくて、わかりやすく言うと新生毛を作るイメージになってますね。今この毛流れがちょっと右に向いてると思うんですよ。そこに対して左側こういう角度で入れてしまうと流れと反対になるのでピョンってなりやすいんですよ。なので根元の元を取るときに同じ角度で入れないと取れないと思うんですね。ここがピョンってなってしまうとやっぱりハーフアップしたときに出てきてしまったりとかしやすいと思うので、いい意味で怖がらないで根元の元を取っていくイメージで取っていきます。最終的にこう、はい、仕上げた前のコースト、はい、コーストそのあ癖があるから電池をかけずに切ったけどアイロンすると出てくるけど、はい、処理どう意識してる。僕は出てきた毛に関してはアイロンを入れた時に切ってしまいます。で、どちらかというとペンションをかけないでやってるのはこのすきバサミのセニングも結構大事かなと思っていて、この時になるべく癖をなくせるようなカットにしてるので、お客様がアイロンを通しやすくなるっていうのと、アイロンを通した状態で切った方が浮いた時に長い毛は出てこないと思うんですね。短くはなってしまうかもしれないんですけど長い毛が出てこないので、どっちがお客様からしたら嬉しいかなって考えた時にやっぱ一本長い毛が出てきたりとかするとお客様的には嫌かなと思うので、僕はアイロン通して出てきたところは切ります。と、はい、なるべくこう肌に当てて癖を殺していく、はい、ちょっとこう開けすぎちゃうので膨、はい、らんじゃうよって、はい、この理論でいくと1ヶ月ぐらいの、はい、根元から攻めたところって伸びてる、はいはい、なんで持ち的にはお客さんに1ヶ月とか2ヶ月ぐらいで出れるよっていう、はい、カットした時にイメージ的にはやっぱりさっき言った新生毛を作るイメージになるので、新しい毛が生えてきてるところって3センチとか伸びてきても浮き癖にはならないと思うんですね。なのでハサミの入れ方的には横でセニングを入れちゃうとラインがバサッと出てしまうので持ちがすごく悪いと思うんですけど、縦で本当にある意味1本ずつ切ってるようなイメージになるので、そこが伸びてきても本当にあの浮き癖にはならないかなと思いますね。あとはやっぱり束感とかはスライドの方がコントロールしやすいので、お客様がオイルをつけた時とかに狙った束を作ってあげれるので、仕上げのクオリティはスライドを入れてあげれると変わるかなと思うので、僕は結構、セニングで全体的に間引いて量感を調節した後にスライドを入れていくことが多いですね。人間ってここだけ出てるので、ここが絶対角度を変えた時に出てくる毛になっちゃうので、そこを切り落としておいてあげれると、まあ、お客様が本当にどんな角度で何をしてても綺麗なボブになっていくのかなと思います。今日は、ロングからバサリボブに切らせていただいたんですけど、全体はタイトに押さえてるけど毛先の方だけ丸みをつけられるようなカットをしています。お客さんが自分でやってできるかっていうところに重きを置いてるので、これをちょっとマスターしていただけるとお客様にすごい喜んでもらえるかなと思うので、何か一つでも持って帰ってもらえると嬉しいなと思います。あのてっぺさんのカットを初めて見たんですけど、以前枝村仁さんのカットも見させていただいたことがあって、なんかそれも踏まえて見たので、なんか改めてすごい勉強になるものがたくさんありました。美容師をメインでやる仕事からちょっと離れて1年ぐらい経っちゃってたので、まあ、なんか例えば仮に美容師をちょっとまたやるっていう時にどうし不安にやっぱ思うところはあるんですけど、なんか興味セミナー聞いて説明がすごい分かりやすかったので、久しぶりにこうまた復帰しようとなった時にも生かせる内容だったのかなっていうところとか、まあ、あと応用もあのいっぱいお話ししていただいたのでとても有意義だったなと思いました。鉄平さんのカットはすごい分かりやすく簡単にできるやり方だったので今回受けて本当に良かったです。本当にちょっと正直な気持ちでもっとスムーズにできたっていうのはやっぱり思いますし、何よりお客様自身とスタッフに対してもっともっと絡みを入れたりとか、僕が普段営業して意識してるのってやっぱお客様に安心感を持ってもらったりとか、そういう部分を意識してるのに、やっぱセミナーになった途端に自分のことでちょっといっぱいいっぱいになったりとかしてしまってて、それって
お客様にも伝わるし、美容師さんにも伝わる部分だと思って、やっぱり準備はもちろん大事ですし、それと同時に数をもっと踏まなきゃいけないなっていうのはすごくリアルに感じています。今回の反省点や、できてなかった部分を生かして、もっともっと次は他社の美容師さんだったり大勢の美容師さんを巻き込んでセミナーをやっていきたいなと思っているので、今回得たところを復習したりとか、次回以降に伝える部分と伝えない部分っていうのを自分で意識して改めてチャレンジしていきたいなと思います。